うおーおーおー、1年ぶりにクソゲーすっぞ。さすがに久しぶりすぎるので、いつも使ってない方のホッケを使う。ホッケ君はエンジン出力に見合わずに上昇能力がクソすぎるので、迂回上昇しましょうねー。ということでカット。迂回上昇してる最中に味方が敵をあらかた殲滅してんのほんとくさーと思ったけど、味方3機が自滅したんだが、いやそうはならんやろ。あっ、くさ。ついでにもう1機が羽ポキで行ったんだが、雲行きが怪しいですわねー。まあ大丈夫やろ。ということで哀れなメキサー君を殺します。さすがに数的優位だし負けないよね。負けそうなんだが、残ってたスピット君はラボチップと心中したし、ライデン君も爆発炎上したし、てかこっちが格闘戦で引っ付けてる間になぜ落としてくれなかったんですかねー。くっそ、いつも使ってるホッケじゃないから曲がらねー。2問の基準いらんから空中投棄できねーかな。 P51 と遊んでる間にスウェカスの爆撃機が来ましたわねー。うそやろ。爆撃機を噴した戦闘機め。あかん、これで死ぬ。チックショー、何がいけなかったんや。一か八かや、潔く散ってやる。と思ったか、バカめてめえ、なんざとヘッドオンする気なんかさらさらねえよ。やーい、下手くそ。いやー、スペースも。何も解決してねえどころが問題が増えましたねえ、クオレハ。あー、うおー、我が生涯に一遍の悔いなし。かかってこいや、オラー。当てれるもんなら当ててみろ。痛い、やばい。生きてる。何回生き残ったわ。ということでスウェカス君も死にましょうねー。防護機銃撃ってこないあたり、銃手が昇天したのかな。あー、気持ちいい。うわ、まだ一機残ってた。さらばみんな、アルハラで会おう。うおー、食らいやがれ。すっげー、一発も当たってねえ。なんなら発動機が死にかけてる。さすがに死んだかな、これは。あれ、とどめ刺しに来ねえなあいつ。なめくか、お、なめくか。刺し着替えても落としてやる。エアローブクレッシャー。あー、ゴミかせー、死ねー。勝ったな。なめくするからこうなるんだよな。それはそうと、ペンキ剥がしの機銃やっぱいらねえや。おい。